おはようございます、今朝はですね、6時半からずっと立って、途中で四つ葉小学校子供見守り隊に電鉄大津まで帰って、また戻ってきて、今度はこの江口の交差点ですね。まあもうこれ何年も続けてきてるんで、ただね、やっぱりだんだんとちょっと寒くなってくるとね、布団から出るのが嫌になってきますけども、そこをぐっとこらえて出てくるということであります。まあ6時前ぐらいからですかね、まあ皆さんお仕事に行ってらっしゃるんで、まあそんなところはまあ一緒なんですけども、ただ私の場合はこのずっと外に立ち続けるというそういうイマジネーションがあると、やっぱいやまだここの中にいたいなというふうに、まあ正直言って思いますけども、そうは言ってられないと。やはりこうやって立つことによってですね、何らかの波動が皆さんに伝わるのは間違いないと思います。ニューヨークのなんだっけ、バタフライ効果ってありますよね。蝶が飛んだ、そしたら気候が変わる、といったことですね。常にですね、この自分をさらけ出していく、そういう勇気をですね、持っていきたいなというふうに思います。そして、その下積みになってね、いろんなことがどん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 この良くなっていくというイメージですね、そういうものを持ってですね、愚直にやっていく、まあ、これしかないと思っています。